私は思い出すと35年ほど前でしょうか、京都の川島テキスタイルスクールでスピニング、今やっていることですが、これを学び始めました。県内にも藤里町の羊毛を使わせてくださったり、それから牧場を作った男の子がいて羊をくださったりします。その毛を洗って、そしてさまざまな草木で染め、それから私はこのようにいろんな毛を太さを変えて紡いでおります。そしてニット、タペストリーなど制作させていただいております。自然豊かな秋田で草木から命をいただいて染めさせていただいております。主に秋田ふき、このような色ですが、そして杉染め、あとは蓮、この黄色ですが、藍をかけて緑染めをしております。固くだけでしたらこんな色になります。古来から使われている染め剤も使います。例えば紅花のような色とか。でもなるべく県内にある植物を染め剤にして使っています。豊かな自然を知ること、どこに何があるか散歩のついでに見てください。いつ染める時期か、春夏秋冬適している染め剤は何なのか知ることも大切だと思います。漢方薬になっている毒ダミ、そしてヨモギ、タンポポなどたくさんあります。藍も今虫に刺された時にすり込んでみたり、また生でこのようなきれいな色も出ます。ぜひ皆さんも活用してみてください。秋田の自然を大切に思いながらも紡いでナチュラルカラーを生かしたセーター、草木染めを使ったベストなど手編みをしております。豊かな自然をもっと生かしてほしいし、美しい色も目で覚えて残して伝えていきたいものです。子どもたちには体験をすることによって喜びを知ってほしいものです。錦や上新庄で秋田産の藍を植えて育てていますが、藍の栽培を広げ活用したいと思っております。